ツイステッドワンダーランド。こんにちは、サリです。ツイステッドワンダーランド続きやっていこうと思います。前回はアズールとの契約書を破ろうとしてモストロラウンジの VIP ルームに忍び込んだんですけど、結局アズールたちにバレてしまいました。アズールたちにバレてバトルしたところまでやりました。今回はどうなるんでしょうか。見ていきましょう。スタート。エピソード 3-23 気分屋ディスコード、モストロラウンジ VIP ルーム。くそ、領長クラスってのはこんなに強いのか。どうなんねやろう。これに懲りたら契約書を盗もうなどと考えないことです。あ、今回は見逃してくれんのかな。それより早くアトランティカ記念博物館に行った方がいいんじゃない。あ、そっか、契約書破る作戦が失敗したからもう博物館に行くしかないんか。博物館のミッション忘れてた。タイムリミットは明日の日没まで。え、明日？もう時間がありませんよ。もう明日なん？どうしよう。レオナ様に助けてもらおう。それかとレイ先輩かケイト先輩か。リドル寮長は助けてくれなさそう。ま、今から俺らにボコボコにされて保健室で寝てたらもうタイムリミットかもだけどね。え？みんなボコボコなん？大丈夫？ジャックは大丈夫そうやったけど、グリムとデュース君とトラッポラ君大丈夫？また来るぞ！え？またバトル？ボコボコにされるって前回のバトルのことじゃなくて今からもっかいバトルするってこと？またバトルすんの？くさあ、召喚魔法は得意じゃねえけど、いでよ大釜！え？トラポラ君が大釜？おま、僕の真似するな！昨日も言ったじゃん、そんな当たんねえや。バインドザハート！怖い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 、フロイド怖い。フロイド、どこに向けて魔法を打ってるんだ。え、もしかして大釜アズールに当たったん？怒ってるアズールちょっとかっこいい。怒ってるアズールかっこよくない？金庫に向けてそらすやつがあるか。あ、金庫に当たったんや。めっちゃ怒ってるやん。アズールが大声出してんの初めて見た。あ、ごめん。絶対反省してないやろ。あ、扉に傷が。ダイヤルや蝶つばいはバカになってないな。めっちゃ慌ててる。あ、じゃあ金庫がアズールの弱点やん。アズールの弱点見つけた。よかった。弱点見つけたけどどうすればいいんやろ。ユニーク魔法を考えなしに使うのはやめろといつも言ってるだろ。何度言えばわかるんだ。私怒ってるアズール好きやねんけど、いつもみたいな怪しい微笑みアズールよりもこっちのアズールの方が好き。ごめんって、ちっせえ傷がついたぐらいでそんな怒んなくてもいいじゃん。フロイドかわいい。反省ゼロ。そんな怒んなくてもいいじゃん。壊れてからじゃ遅いんだよ。アズールがリドル寮長みたいになってきた。二人とも落ち着きなさい。さもないと。ジェイドは相変わらず落ち着いてる。ジェイドがブチギレてるとこも見てみたい。大声とか出すんかな。彼らが逃げちゃいますよ。え、逃げろ逃げろ。今がチャンス。アバよ、なんだぞ。アバよ。待ちなさい。アズールかわいい。なんか今回のアズールかわいい。全然怖くない。ジェイド、フロイド、応援。なんか怒られてテンション下がった。フロ
ロイドやる気なくなってる。やった。そんなことを言ってる場合か。お前はなんでそんなに気分屋なんだ。アズールの怒り方かわいい。アズールこそなんでそこまでカリカリできんの。いいじゃん、金庫が壊れたって契約書は無敵なんでしょ。お前は僕にずっと契約書の束を背負ってあるけどでも言うのか。あ、やばい、アズールとフロイドが喧嘩しそう。いけないいけない、またフロイドのペースに巻き込まれていました。え、またまたってことはよくあるんかな。アズールとフロイドってよく喧嘩してんのかな。まったく。ジェイド、これからも彼らの監視とフロイドのおもりを怠らないように。かしこまりました。あー、つまんね。午後サボってどっかで昼寝しよう。この学校授業サボって昼寝する人多くない。レオナ様もそんなんじゃなかった。やれやれ。ヒヤッとしたな。逃げれてよかった。もうジャックがでかいから。トラッポラ君もうるさかったけどな。お前らより鍛えてるだけだろうが。それに狼はもともと体がでかいもんなんだ。ジャックかわいい。あの契約書破れないどころか触れもしないとは。触れへんかったら破れへんよな。レオナ様は契約書に触れへんこと知ってたんかな。今日のところはここまでか。あと1日しかないで、どうする。貴重な1日を棒に振っちまったんだぞ。本当に破る方法なんかあんのかよ。あ、まだ破る方法考えんねや。博物館には行かへんねや。ん？なんだろうこの違和感。違和感？違和感って何？おー、出た！ブロット！久々に見た！終わったー！今回は可愛いアズールが見れて楽しかった。最後に出てきた違和感って何なんやろ。ほんでアズールとの契約の期限まであと1日しかない。どうなるんでしょうか。契約条件は達成できるんでしょうか。気になりますが、今回はこの辺で終わろうと思います。それでは見てくださってありがとうございました。クッカジパジソソカムサムギダー。クドッチョワヨドチャラプッタトリミダー。インスタパロードキダリゲストよ。チチョンヨンさんとパジソスミョンチョッケストよ。クロマンニョーン。